うとここにいた。よん。Thank you.
剣舞そなたに。さてね。ふん、よしとしよう。次から次へと懲りぬ奴らよ。続けよう。余もそれをしてみた。そなた、たまには。ね、始めよう、マスター。蹴散らす。共に勝利。ミューズの加護を、至高の芸術を守りたまえ。ゲッセン
者よ。我が神明を。我が祭を見よ。万代の喝采を聞け。かして称えるがよい。黄金の劇場を。検討したな。行くぞマスター。これだから図体のでかいやつは気に入らない。上々だ。要は嬉しい。行くぞマスター。さあ踊ってもらうぞ。さて。風と消えよ。ようやく本調子か。うん、もっと蓄えるがよい。賛成だ。早く戻って湯浴みをしたい。
そうか。世がどのような人間であったのか、それを問うのだな、マスター。うん。前回の約束もある。長くなるが、辛抱強く聞くがよい。そうかしこまるな。楽にするがよい。波乱に満ちた人生ゆえ、そなたを退屈させることだけはないと断言できる。その頃からだな。世が頭痛に悩まされるようになったのは、議員の杯を愛用したのが原因だの、慢性的なヒステリーなどと言われてはいるが、何のことはない。世は母に逆らえぬよう、幼い頃から毒を盛られていただけだ。解毒薬と毒を同時に使われていたのだろう。母が死に、解毒薬の所在は闇に消えた。よ。セネカに自刃されたのは、さすがに答えた。確かな父のいない世にとって、あやつは、その、なんだ。世間一般で言う、父のような男だった。世は許すと言ったのだ。何度でも許すと。だが、あやつは自分の家で命を終えた。許すと言った世の言葉を信じてはくれなかった。セネカの話はよそう。そのあたりは史実の方が正確であろうしな。あとはあれだな、ローマの大火か。これも世のマスターであるならとうに知っていよう。よむとなると、あとはもう最後だけか。確かガリアにて反乱が起きたのだ。世はこれを放置した。あの時の気持ちは今でもわからぬ。反乱を起こしたウィンデクスを信頼していたのかもしれぬし、もういっそ全てなくなってしまえと時期になっていたのかもしれぬ。だがまあ、それがあだになってな。2年が経ち、もう一度反乱が起きた。世は元老院から皇帝の座を追われ、国賊として裁かれる身となったのだ。ここで世の最大の誤算があった。世は市民たちに尽くした。市民たちも世の政策を喜んでくれた。だから、
最後の最後では市民たちが世の大意を許しはしないと。だが何もなかった。彼らからは何もなかったのだ。そしていや、それはない。あれは仕方のないことだ。悲しくはあるが、恨みはせぬ。うむ、むしろそれが最大の過ちだった。世と彼らとでは、愛の形が違ったのだ。うん。世の愛は、そなたらの言う愛とはどうも違うようなのだ。この胸に灯る愛は人々のそれに比べるとおおらかに過ぎるらしい。世の愛はわがままだ。何もかも与える代わりに何もかも奪わねば気が済まない。美しいもの、愛すべきものには前例をもって応える。だがそれはただの炎だ。人々が抱く愛とは、もっと柔らかいものだった。世はそこを分かっていなかった。いや、気づいていたのだ。でも、どうしても理解できなかった。私には、彼らの言う愛が、どうしても。当然の話だ。世は勘違いの愛を市民に振りまいていた。彼らが世を愛する道理などなかったのだ。だからそれが無念だった。なぜ世は多くの人々が抱く当たり前の愛というやつを共有できなかったのかと。やめぬか、その話は。死にきれぬとは我ながらみっともない。だが死は怖いのだ。あれは痛い。世は二度とはごめんだからな。そなたも気をつけるがよい。世の話はこんなものだ。存分に生き、存分に楽しんだ。だからそんな顔をするでない。いろいろあったが、差し引きでは良い人生であったのだ。そなたはただ世の光だけを見ていてくれ。どうした？しきりにうなずいて。何か発見でもあったのか？
Thank you.